本日も切り抜き動画のご視聴ありがとうございます。本要約チャンネルの武見です。本日は東大名誉教授である石井直方教授が書かれた2度のがんから私を救った命のスクワットという本の解説動画より、筋肉を鍛えれば糖尿病、がん、認知症が消えていくという部分をピックアップしてご紹介していきます。さて皆さんも筋トレや筋肉が重要であるというのはなんとなく理解していると思います。しかし重要であるという言い方では全然足りません。超超重要なんです。もう本当にありえないほど重要なんです。例えば筋トレをすることで死亡率を下げることができます。筋トレをすることで様々な病気を予防することができます。さらに老化を食い止めることができます。逆に筋肉量の少ない人は死にやすくなるということも分かっています。筋肉が衰えると私たちは急激に老化して早死にしてしまうんです。そして将来あなたが何かしらの重い病気にかかってしまった時、その病気と戦う力を授けてくれるのはあなたの筋肉です。重篤な病気から回復できるかどうかはあなたに筋肉があるかどうかというのが非常に大きく関係しているんです。だから病気になってから筋トレをして筋肉量を鍛えておけばよかったと嘆いても遅いんです。今からコツコツと重い病気にかかった時のために、あなたの命を守るために筋肉を育てていくべきなんです。以上の内容を踏まえ、今回の動画ではさらに深掘りして筋肉の重要な役割について5つほど解説しています。それは次の5つです。1、体を動かすエンジンとして働き、ポンプ作用で血液の循環を促す。2、熱を作り出すストーブとして働き、脂肪や糖を燃やして肥満や糖尿病を予防する。3、イリシンやスパークなどのマイオカインを分泌し、認知症や大腸がんを予防する。4、免疫力を高め寿命を延ばす。5、骨粗鬆症を予防する。今回の動画を見ればいかに筋肉が重要なのかというのが心の底から理解できるでしょう。そしてよっしゃ俺も筋肉をつけるために頑張ってみようというモチベーションが高まるかと思います。これはとても重要な知識だと思うので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは切り抜き動画スタートです。さて皆さんは普段あまり意識していないかもしれませんが、筋肉は私たちの体を支える土台となり根本となるもので、人間の活動すべてに関連しているんです。私たちの体のすべての運動は筋肉によって生み出されておりますが、実は筋肉の役割はそれだけではありません。最新の研究で筋肉のさまざまな重要な働きが明らかになってきたんです。まず筋肉は私たちの体を動かすエンジンとしての役割を果たしています。重力に逆らって姿勢を維持する、立つ、座るをはじめとして歩く、走る、呼吸するなどなど、あらゆる運動が筋肉の収縮によって生み出されているんです。このように筋肉はあらゆる身体活動のエンジンとして働きます。ですから加齢や活動量の低下によって筋肉が減っちゃうと、そのエンジンとしての機能が低下することで急激に老化してしまったり、さまざまな病気にかかりやすくなったりするんです。またポンプ作用で血液の循環を促してくれるという役割もあります。筋肉を動かすことで筋肉が縮んだり緩んだりするという動きがポンプのように働いて、心臓と同じように筋肉内の血液を押し出します。この筋肉のポンプ作用が全身の血液循環を促してくれるんです。例えばあなたがデスクワークをしていてずっと座りっぱなしだとしましょうか。そうすると下肢の筋肉のポンプ作用が働きませんから血液循環が悪化します。ですからよくデスクワークなどで座りがちな人は1時間に1回は立ち歩きましょうとか言われているわけなんです。筋肉をよく動かすことによって血液循環が促進され、生活習慣病全般の予防に役立つと言えます。これを聞いている皆さんならば血流の重要性については十分に理解されていると思います。さまざまな病気を防いだり老化を防ぎたいのならば血流を良くすることが重要で、そのためには
筋肉を動かせば良いというわけなんですね。さらに筋肉には熱を作り出してくれる働きがあります。私たちの体温は常に37度前後に保たれておりますが、これは筋肉が熱を作ってくれているからに他なりません。私たちの体温のうち約 60% を筋肉が作り出してくれています。ですから筋肉が減ればそれだけ体がね、熱を作れなくなって冷えやすくなります。40代以降冷えを感じやすくなる女性が増えますが、これは筋肉量の低下が関係しています。筋肉は熱を作り出すストーブの役割を果たしてくれています。そして筋肉という体のストーブは脂肪や糖といったものをエネルギー源として熱を生み出しております。だからよく言われているように筋肉がつけばつくほど脂肪や糖がたくさん使われることになるから、基礎代謝が上がり痩せやすくなるというわけです。ということはどうでしょうか。筋肉量が少ない人はストーブが小さくて熱があまり作られなくなるんです。そうすると糖や脂質が余ります。そして糖や脂質が余るとどうなるでしょうか。脂質が余っちゃうと肥満や脂質異常症になるし、糖質が余れば糖尿病になります。体の中の糖のうちなんと7割以上が筋肉によって消費されておりますから、筋肉量が少ないと糖をエネルギー源としてたくさん消費できないから糖が溜まりやすくなり、糖尿病などになりやすくなってしまうというわけです。実際に糖尿病の予防改善のために筋肉を増やすことが重要だというのはアメリカ糖尿病学会も指摘していて、アメリカ糖尿病学会では糖尿病の患者さんに有酸素運動以外に週に1回以上の筋トレを推奨するようになりました。また糖尿病になると余った糖が糖化ストレスという状態を引き起こし、動脈硬化、脳卒中、腎疾患、認知症などの様々な合併症につながっていきます。さらには老化も大きく加速されてしまいます。なぜなら糖化ストレスが老化の大きな原因の一つだからであります。だから筋肉をしっかりと増やしてガンガン糖を消費してくれる体を作ることが重要なんです。また筋トレをすることによって筋肉からマイオカインという生理活性物質が分泌されるということも研究によって分かっています。そのマイオカインの中でも今注目されているものの一つがイリシンと呼ばれるものです。このイリシンは脳に作用して海馬の機能を活性化するということが分かっているんです。その結果頭が良くなり認知症を予防してくれるということが分かってきました。よく運動によって頭が良くなると言われていますが、そのメカニズムは筋肉の活動に伴って分泌されるこのイリシンが関わっていると考えることができます。特にこのイリシンは認知症予防に役立つのではないかと注目を集めています。アメリカの疫学的研究によれば、よく活動している高齢者は活動しない高齢者に比べアルツハイマー型認知症になるリスクが3分の1になると言われています。というわけで認知症を予防するためにもしっかりと筋肉を動かしてやることが重要なんです。またイリシンに加えて健康との関連でもう一つ注目されているマイオカインにスパークと呼ばれる物質があります。以前からよく運動する人は大腸がんになりにくいという研究報告がありましたが、それは運動によってこのスパークが分泌されるからではないかということが示唆されているんです。このスパークは初期の大腸がんにおいてがん化した細胞をアポトーシス、すなわち自己死に追い込む働きがあるということが報告されました。筋肉をよく使いスパークがたくさん血中に放出されることで運動が好きな人は大腸がんになりにくいのではないかという仮説が考えられます。またその他にも筋肉があれば寿命を伸ばすことができる、筋肉は免疫力を高めるなどといったことが分かっています。また皆さんは骨粗鬆症という病気を聞いたことがあるかと思います。骨粗鬆症とは骨が弱くなり骨折しやすくなる病気のことです。
高齢化の進行とともに骨粗鬆症に悩む方が増え、症状が進行していけば咳やくしゃみをした衝撃で骨が潰れてしまうことだってあるんです。また転んで骨折し寝たきりになることが認知症の発症や要介護につながっていきます。骨粗鬆症を防ぐためにも筋肉を鍛えることが有効なんです。筋肉と骨の関連について日本人の高齢者数千人を対象に調べた研究によると、筋肉の多い人ほど骨密度が高いという相関関係があることが分かっています。要するに筋肉がしっかりある人ほど骨も強いということです。というわけでやはり日頃から筋肉を鍛えておくことが大事であるのは言うまでもありません。何より足腰の筋肉もしっかりしていれば転倒の危険を大きく減らすことができます。そうすれば転倒による骨折の危険を減らすことができるんです。それでは2限の内容をこの辺でまとめておきたいと思います。ポイント1、筋肉は私たちの体を支える土台となり、人間の活動のすべてに関連し、私たちの体のすべての運動は筋肉によって生み出されている。しかし実は筋肉の役割はそれだけでなく、その他にも様々な重要な役割があることが最新の研究で次々に明らかになってきている。ポイント2、筋肉の重要な役割は次の5つ。役割1、体を動かすエンジンとして働き、ポンプ作用で血液の循環を促す。役割2、熱を作り出すストーブとして働き、脂肪や糖を燃やして肥満や糖尿病を予防する。役割3、イリシンやスパークなどのマイオカインを分泌し、認知症や大腸がんを予防する。役割4、免疫力を高め寿命を伸ばす。役割5、骨粗鬆症を予防する。さて切り抜き動画いかがでしたでしょうか。続きが気になるよという方は概要欄に続きの本編の動画のリンクを入れておきますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。本日はご清聴ありがとうございました。